サンテックピザプレッサー。誰でも簡単。サンテックのピザプレッサーを使用したピザの作り方を紹介します。ピザプレッサーがあればどなたでも簡単にピザ生地を成形することができます。ピザ生地にはハケでオリーブオイルを塗っておきます。ピザプレッサーの温度調節つまみを3から4に合わせ予熱します。ピザプレッサーが温まったら中央に生地を乗せます。蓋を閉め、プレスバーを下ろして生地をプレスします。生地がプレスされたら素早く生地を取り出します。お好みの具材を乗せます。ここではウインナー、トマト、玉ねぎ、ピーマンを乗せます。オーブンに入れ200度で10分から15分ほど焼きます。はい、出来上がり。お店のスタイルに合わせて様々なバリエーションをご提供ください。商品の詳細については弊社ホームページをぜひご覧ください。